ガスパレル・イージ・パチーフィコ・スポンティには、イタリア出身のオペラ作曲家、指揮者、暗ーな地方のマイオラーティ出身、19世紀の最初の20年間は、フランス第一帝政におけるオペラセリアの最重要人物として活躍。グルックの古典的なトラジェデリックの理念を、当時のメロドラマに対する趣味や、より壮大な光景、豊かなオーケストラの音色、 特徴的な言語表現に組み合わされた旋律の相意になじませようと努力した。ベスタの巫女はスポンティーニの最高傑作にして成功作である。若くしてナポリの音楽学校に学び、1803年にパリに行き、1805年にフランス帝国宮帝作曲家に任命される。1807年にジョゼフィーニ皇后に励まされてベスタの巫女を作曲。 パリオペラ座での初演によって、当代きってのイタリア人作曲家として、名声を確立。この作品は、同世代のケルビーニやマイアベエアから、傑作と認められ、年少のベルリオーズやワーグナーからも崇拝された。また、1809年にはナポレオンに気に入られ、コルテスのアステカ征服史に題材を取った壮大な、フェルナン・コルテスを作曲した。この作品では、 史実通りに16頭の馬を舞台に登場させるなど、オペラの舞台構成を大規模化させた。同じく評価の高い、オランピは礼遇されたため、王政復古後のフランスを去って、プロイセンに行き、ベルリンで、宮廷学長並びに、フォルクスオーパーの指揮者として、活動を始めた。しかし、時代は、マダンロイテネ代表される、ドイツナショナリズム勃興の時期であり、スポンティーニの、 オペラセリアは次第に時代遅れになっていった。パリやベルリンでの経歴が長かったが、最晩年に記事、マイオラーティに戻り、亡くなった。20世紀において、スポンティーニのオペラは滅多に上演されなかった。現代においておそらく最も有名な公演は、1954年に作曲家の生誕180周年を記念して、マリア・カラスをスカラ座に迎えて行われた。 ベスタの巫女の復活上演であったろう。この舞台監督は、著名な映画監督、ルキノビス・コンティが務め、またメーテノール歌手、フランコ・コレッリのスカラザデビュー公演としても、話題であった。1969年には指揮者のフェルナンド、プレビタ・ーリがこのオペラを上演した際、トルコの名奏プラノ歌手、レイラ・ジェンチェルとバリトン歌手、レナート・ブルゾーンが共演した。 1995年には、リッカルド・ムーティが、比較的無名のキャストによってこのオペラの録音を行っている。アグネス・フォン・ホーエン・シュタウ・フェンの復活上演は、ビットリオ・グイの式によって1954年に、フィレンツェ5月音楽祭で行われ、その後1970年には、ムーティの式、モンセラート・カバリエとアントニエッタ・ステラの共演によって行われた。 フェルナンド・コルテスは1951年に若き日のレナータ・テバルディを主演にガブリエーレ・サンティーニの指揮のもとナポリのサンカルロ劇場において行われた。ありがとうございます。